舗装。舗装とは、道路の耐久力を増すために、その表面を、石、レンガ、コンクリート、アスファルト、砂利などで敷き固めることである。舗装の役割、機能とは次のようなものである。舗装は、設計に際して、交通荷重と自然環境の作用に対する耐久性確保に配慮する必要がある。舗装の基礎部分である路床は、 その上層の荷重及び交通荷重に耐えられなければならない。舗装全体は表層からの交通荷重を分散させられるように適切な構造でなければならない。その場所ごとの状況、条件、沿道環境、経済性などを考慮しながら舗装の構造を決定する必要がある。古くて大規模で特筆に値するものとしては、 古代エジプトのピラミッドの石を運ぶ道における舗装が挙げられよう。巨大な石を運ぶためにしっかりとした舗装がされた。紀元前2600年頃と推定されているが、ギザの大ピラミッドの建造では、平均数トンの重さの石が200万個以上運ばれたので、特に丈夫な舗装が行われた。紀元前1600年頃とされるクレタ島の道では、基礎部分にモルタル、 石膏と火山街道を混合したものやセミントを敷き、その上に玄武岩の遺体紙や採石を敷き並べた。道の両脇には排水口も備えていた。紀元前5世紀頃の古代メソポタミアの中心都市バビロンの王の道ではアスファルトが用いられた。ローマ帝国によって建設されたローマ街道では主要な街道は全て石で舗装された敷石舗装、石畳。 驚くことに、ローマ街道の舗装の全高制圧は1.0、1.5メートルほどもあり、現代の先進国の幹線道路などの舗装と同程度の厚さで作っていた。最上層は、接合面がぴったり合うように切った一辺70センチメートル程度の大石を隙間なく敷き詰めている。ローマ帝国の土木技術は当時、圧倒的に優れていて、石の加工技術にも引い出ていた。 特に有名なアッピア街道は、現在でも車の通行に耐えている。フランス国王フィリップ2世、1165、1223年は、パリの道路を全面、石で舗装するよう指示したものの、砂岩の薄い板の舗装を選択したため壊れやすく、また費用も市民任せにしたため工事も、ほとんど進まなかった。 パリで本格的に石畳の道が広まったのは15世紀頃で硬い敷石を敷き並べるものであった。ヨーロッパ各国では石畳やレンガ舗装が普及した。18世紀に1716-1796年が路正面と路面を上に突如に反らせる舗装を提案した取れ下げ工法。路床に水が侵入すると支持力が低下するのでそれを防ごうと。 排水を路肩に流すことに配慮したものであった。が、この工法には問題があった。路障を髪型に反らすために手を加え、糸とは逆に、かえって路障を痛めてしまうのである。スコットランド生まれのトーマス・テルフォード、1757-1834年によって、取れ下げ工法の欠点を解消する方法が考案された。路障は平面のままとし、 頑丈な基礎によって荷重に耐えさせるという考えで、新しい断面が考案されたのである、テリフォード広報。彼が、カレドニア運が、多数の橋梁、道路、港湾等々の建設に携わる中で182年、頃に考案されたものとされる。テリフォードによる道路舗装の開発、改良は、四輪馬車による道路交通の輸送量増加に、大いに貢献した。 ほぼ同時代だが、1756,835年が、舗装の普及のために、より安価で耐久性のある構造、広報を提案した、マカダム工法。日本最古の舗装は、約3500年前の縄文時代後期、新潟県村上市の元屋敷遺跡で、舗装道路の遺構が発見されている。この遺構では、道の両側に平たい石を置き、 その間に砂利を敷き詰めたもので、規模は幅約2メートル、長さは約40メートルあり、主に日常生活のために作られたものではないかと推測されている。江戸時代には初期頃に平戸や長崎で石畳舗装が作られており、1680年に箱根の山越え道1 4 0 0両余りをかけて石畳が作られたほか、1805年の京都では、 東海道の三条大橋を打つ八丁間において、牛馬道と人馬道を分けた石畳道が作られている。日本初のアスファルト舗装は、1878年に東京都千代田区神田の昌平橋で施行された。ただし、日本に自動車が登場する1899年までは、ほぼすべての道路は、非舗装と言っても良い状況であった。また、 自動車の通行が見られるようになった後も、東京都心ですら幹線道路から外れた道路となれば、すべて非舗装という状態であった。明治後期になって、ようやく全国に先駆けて、東京都心部の道路が舗装され始められるようになったが、現在の簡易舗装にも劣る質の悪いもので、自動車が走ると、芝叩く間に舗装が損傷するほど粗末なものであったという、本格的な舗装道路は、 1926年に東京、品川横浜市神奈川区間、尼崎市神戸市名田区間で施行されたものである。戦前の日本では1931年に東京市が舗装率55%超えを記念して道路祭を開くなど徐々に舗装が進められていた。しかし1960年頃までは国内の道路のほとんどは非舗装で 幹線国道でも舗装されていない道路が多かった。舗装整備が欧米諸国から大きく遅れを取った最大の原因は移動手段のほとんどが徒歩で馬車交通の時代がなかったからであると言われている。モータリゼーションが始まった1960年代後半からようやく日本全国で道路の舗装化が急速に進み、一般道路の舗装率は 1970年、昭和45年の統計で、約15%に過ぎなかったが、2000年、平成12年では約、約76.4%に達した。古代のものでは、ローマ街道で行われた敷石舗装がよく知られている。パリで、石畳の道が広まったのは15世紀頃で、硬い敷石を敷き並べるものであった。ルイ13世の時代で、 パリ全体のおよそ半分が石畳になっていた。ヨーロッパの都市では、車道部分がアスファルト舗装に置き換わったところが多いが、歩道は石畳にしている場合が多く、細めの街路なども石畳にしているところが多い。また、石畳のデザイン性などが再認識されるにつれ、一旦アスファルトにした車道を改めて石畳にする場合がある。レンガ舗装とは、 レンガブロックを用いた舗装である。歩道、民家、公共施設の敷地などに用いられている。アスファルト合材、アスファルトコンクリートを用いた舗装で、車道、歩道の両方に用いる。タワミ製舗装とも呼ばれ、交通荷重に対する洗断応力には抵抗できるが、曲げにはほとんど抵抗できない。アスファルト混合物の主成分はアスファルトではなく、約90%が、 砂利などの骨材である。残りの約10%が骨材の間を埋める充填材でアスファルトや石灰粉などのフィラーの混合物である。長所としては、短所としては、原料主原料とするアスファルトはコストも安く、1平方メートルあたりの舗装単価は2006年時点で7000円程度であった。しかし、近年では、 原油価格の高騰に伴い上昇傾向にあり、2012年時点で9000円台になっている。一部の道路では、透水性舗装として、特殊なアスファルト合材を使用する。基本的に、アスファルト合材の色である黒色の舗装となるが、近年様々な色のアスファルト舗装が可能となっている。アスファルト舗装は、一般的に上から、表層、基礎、上層路盤。 仮想路盤の4層からなり、ただし一部寒冷地においては、仮想路盤のもとに搭乗抑制層の五層となる。その下を路床と呼ぶ。氷層から仮想路盤までが舗装にあたる。大型車の交通量が少ない路線では、氷層と路盤のみで構成される道路が多い。アスファルト舗装の高度、耐性は土や砂の地面に比べると格段に高いが、小さい力であっても継続して力を、 かけ続けられるともろく、容易に変形する特徴を持っている。舗装素材の劣化、高荷重による過度の交通、舗装構造の不備、路床や路盤の経年変化による支持力低下、軟弱地盤地など様々な要因により、以下のような現象が発生する。舗装の補修には、以下の種類がある。アスファルト舗装を施行する場合、少人数であったとしても、 フィニッシャーマン、フィニッシャー運転、アジャスターマン、フィニッシャーのアジャスター調整、レーキマン二人、フィニッシャーの施行した端の処理や、最終的な合わせ剤の調整、スコップマン二人、レーキマンの処理した合わせ剤の処理や大まかな合わせ剤、調整、ローラーマン二人、プレートや振動、ローラや、コンバインドローラや、タイヤローラでの転圧が必要であり、8人から10人のチーム編成となる。 アスファルト合剤の温度は摂氏150度近辺に達するので夏場の舗装作業時などは熱中症対策を十分に取る必要がある。また、アスファルトフィニッシャーにてアスファルト合剤を補設する場合、時折マンホールやハンドホール、止め水栓などに合わせ剤が被さってしまい、それに気づかずに転圧し、道路開放時にはマンホール類がすっぽりと隠れてしまったという例がある。 故に、アスファルト合材の補設前におけるマンホール類の位置確認は不可欠である。主に、セメントコンクリートを用いた補装で、補射道を問わずに施行される。石と水とセメントを混ぜて作られるコンクリート合材は、固まるまでに約1週間もの時間がかかるために、補修や修繕には向いておらず、基本的に道路を新設する場合に用いられる補装工法である。 摩耗にに強く、くができにくい特徴から、合成舗装とも呼ばれる。たわみによるひび割れ防止のため鉄筋を排することが多く、思行期間が長くなり、養生などに手間がかかるなど不設、脱設の難しさはあるものの、アスファルト舗装に比べて、たわみに強く対摩耗性優れており、場合によっては50、60年も舗装し直さなくて済む例もある。このため、高速道路、 林光地帯のような重車両が頻繁に通行する場所、トンネル内、休憩車の坂道などといった、舗装補修を頻繁に行うことが困難な場所に多く、用いられる。また、境外、急峻な道路で、アスファルト合材の持ち込みが困難な場所に、簡易的に施される事例も、少なくない。以前はアスファルトに比べ舗装コストで、割高感があったが、前日の通り近年は、 アスファルトの舗装単価が上昇傾向にあり、これに維持費等を総合的に勘案すると、コンクリートの方が安く済む場合もある。このため国土交通省は2011年9月の概算要求で今後の道路整備において、コンクリート舗装を積極的に活用して、財政支出を抑える方針を示している。コンクリート舗装は道路の継ぎ目が多いため、 振動や騒音、乗り心地についてもアスファルトに比べやや劣っていたが、近年の技術改良により、継ぎ目の少ないコンクリート舗装が出始めている。セメントコンクリートの色である白色に仕上がることが多い。最近では水溜まり対策として、採石や砂を混入し、水の透過度を上げている例もある。スコットランドの技術者。 1756年9月21日1836年11月26日が考案したことからこの名がある。マカダム式補装、採石補装とも呼ばれる。採石を敷き詰めローラーで押し固めて試行する。採石は天然の砂利と異なり、表面が荒く、押し固めるだけでがっちりと噛み合うのでこれをもって耐久性となる。仕上がりが美しく。 馬の足がかりが良いため自動車がまだそれほど普及していなかった戦前、戦中までよく用いられていた。他にローラーに水をかけながら転圧する水締めマカダムや自動車普及により問題となった人害対策に目つぶし材としてタールやアスファルトなどを利用したタールマカダム、アスファルト乳剤、マカダム、アスファルトと異なり常温施行が可能などがある。 コンクリート二重製品のインターロッキングブロックによる舗装、歩道用、車道用がある。ブロック総合を噛み合わせることにより、段差の発生を防ぐユニバーサルデザイン対応のものもある。空撃の多い海流土アスファルト混合物による舗装を行った後、その空撃に特殊なセメント魅力を浸透させたもの。アスファルト舗装とコンクリート舗装の両者の長所を活用した舗装である。 使用箇所は、コンクリート舗装とほぼ同様で、バス停や交差点流入部、トンネルの舗装補修などにおいて利用される。現代の舗装道路は、モータリゼーションに対応したものである。かつて道路は歩行者あるいは、軽車両が通行するだけの機能があれば、十分とされており、ゆえに、路面の耐久性はさほど重視されてはいなかった。しかし、世界的なモータリゼーションの拡大に伴い、 凹凸の激しい未舗装道路は自動車通行に向かないこともあって道路の機能として車両の走行性をより重要視する傾向に向かっていることから道路における未舗装道路の割合は世界的に減少傾向となっているこのため開発途上国でも都市間や国を結ぶ幹線道路や都市内部の道路を中心に舗装されている場合が多いただし 舗装した道路は維持するための多額の費用が必要であり、後発開発途上国においては財源を捻出できず、修繕が十分でない場合も多い。修繕が行われないため路面状態が悪くなり、凹凸が激しいことから通行中のパンクなどは後を絶たない。一方では、近年になってアメリカ合衆国の複数の州では、経済状態の悪化による税収不足から、 損傷した、舗装道路を再舗装せず砂利道に戻すことが行われており、ミシガン州では、州内20以上の軍において、過去3年で、約50マイルが未舗装道路へと戻っている。これは1マイルあたりの再舗装には10万ドル以上を要するのに対して、砂利道に戻すのには、約1万ドルしかかからないためだという。日本では、耐久年数20年前後を目安とした。 本舗装と表層の厚さが3、4センチメートルの簡易舗装の2つに区分されており、本舗装は主に国道や都市部の幹線道路に、また簡易舗装は末端の生活道路で建設されている。日本における道路の舗装率は、国道、都道府県道で簡易舗装を含めると、約97%であるが、べての道路の割合として見た場合の舗装率は、 約76%となっている。また都道府県道や市町村道においては、簡易舗装の割合が多い。また道路として快適な走行性が求められないような、作業用道路、林道や農道などにおいては、公道、市道においてもコスト面から未舗装としているところも多い。日本国内の舗装率には地域差があり、全体的に見て、東日本よりも西日本の方が、 補装率が高いというデータ結果も出ている。国土交通省が発行する道路統計年報2012年によれば、簡易補装も含めた補装率90%以上の都道府県は、東日本が神奈川県だけであるのに対して、西日本は、滋賀県、大阪府、鳥取県、広島県、山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県の10府に及び、 特に、佐賀県では96.5%と、日本一の補装率を誇る。また反対に80%未満の都道府県は、東日本が、北海道、岩手県、秋田県、茨城県など11道県があるのに対して、西日本には該当する、府県はない。国や県、市町村などの公共機関が発注する、公共工事の場合は、 工事を進める上で使用する材料の基準試験、品質管理や出来型管理の基準がそれぞれ定められており、試行業者はこれに従い工事を進めていく必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。